チャールズ・エイアーズは、アメリカ合衆国、カンザス式出身の日本で活動するタレント。モデル、ナレーター、ラジオパーソナリティ、俳優、翻訳家、英会話講師としても活動。地元の高校を卒業後、ジョージ・ワシントン大学、コロンビア大学を卒業。その後来日し、ジョージ大学大学院を卒業した。日本語能力試験一級。 米国カンザスシティ生まれ。4歳の頃からカンザスシティの郊外であるオーバーランドパークで育つ。父親は環境に優しい製品の起業家で、母親はアメリカの政府に勤務。11歳の頃から地元の芝居に出演。カンザスシティ在住の日系通訳専門のワグナーミーを先生の下で日本語を勉強し始める。15歳の時に初来日し、 姉妹都市のプログラムでカンザスシティの姉妹都市である岡山県倉敷市を訪問する。コロンビア大学で勉強した頃は三宅一世のニューヨーク事務所でインターンとして働き、コロンビア大学の有名な教授ドナルド・キーンの下で勉強。大学3年時には京都日本研究センター KCJS に留学。コロンビア大学卒業後、 三菱新宅山室小学財団の奨学金を獲得し上智大学院に入学。大学院では日本の音楽界について研究し、ラジオ制作会社に所属して、インター FM、東京 FM と JWAVE で AD として務める。2003年に大学を卒業して、2004年の9月から、ラジオ日本でチャールズの外人だって演歌でしょうのパーソナリティになる。 外国人の視点から演歌を見る番組で、毎週ゲストを迎えて、氷川清、キ石川・さゆり、五木博ヒのような伝説的な歌手から、若手と新人歌手を含めて、ゲストの数は100人を超える。今までのゲスト、大川栄作、長山陽子、北山武史、キム・ヨンジャ、三笠優子、坂本冬美、北川大ほ他、 2005年から2006年の4月にかけて、東京 FM のライド・オン・サタディ・ー、カマサミ・コング・ショーの専属通訳アシスタントとして、務めて、オリビア・ニュートン・ジョン、プッシー・キャット・ドールズ、ニーヨー、エーコン等のアーティスト通訳を担当する。2006年4月から2008年12月にかけて、東京 MX の情報バラエティ番組、5時に夢中、のリポーターを務める。ありがとうございます。